を始めますよ。今回はスケトウダ人についてです。それでは、単細胞君、スケトウダ人の弱点のうちの一つを答えてくれますか？確か急激な温度変化、特に高温に弱い。その通り、正解です。スケトウダ人は体温調整にエネルギーを大きく消耗。先ほどの授業から単細胞君の様子がおかしい。浮遊したかと思えば乱回転を始めたり、机に頭を乗せてヘッドスピンを始めたり、年頃の男の子ならよくある話なのでしょうか？年頃、煙ちゃんに聞いてみましょう。浮遊して乱回転したりヘッドスピンしたり、この時期の男の子はそういうものなのでしょうか？回せないでしょ。あ、そうなのですね。とすれば、やはり何かがあったのですね。乱回転ということは、最近嬉しいことでもあったのでしょうか？悩みを抱えてるかもしれないよ。あ、何か調べた方が良いかもね。悩み。ですか。一気に不穏な感じがしますね。古見は解説で知識が豊富でしょ。だから、もしもそういう悩みがあったらすぐに気づけると思う。ありがとうございます、煙ちゃん。自信が湧いてきました。ではまた数ヶ月後。いや、できれば早めでお願い。あ、年頃の男の子は人に聞かれるのを嫌うタイプもいるから遠目から見守るのも良いかも。まあいっか、その辺の気配りはできるタイプでしょ。単細胞君、最近何かありましたか？ワンワンバラ先生。ランはインドの大いなる食材です。それを通知されたかと。すみません、少し離れます。って、そんな場合ではありません。話してくれますか？単細胞君、最近何があったのか？何が言いたいんだよ。空中で乱回転してたり、私は今の単細胞君の様子が気になっているのです。先生まさか見てたのか？見ない方が無理ありますよ。あれは、その、何か嬉しいことでも、自爆倒したい奴がいてイライラしてたんだ。想定と正反対すぎて驚きました。それほどの悩みがあったとは、気づくことができず申し訳ございません。だからこそ、詳しい事情を話してくれますか？単細胞君、自爆倒したい人について、多細胞の奴だ。多細胞君、単細胞君とは席が近くて、僕が先生に刺されて発言するとき、あいつは僕のことを顔にしていたんだ。え、それだけですか？それだけって言ったなぁ。確かに見られると緊張したりしますよねー。そんな簡単な問題じゃないんだよ。そうなのですか？奴の目は危ないんだ。波動を感じるんだ。波動、あの視点で全身の細胞が破壊される感覚がするんだ。いや、本当に破壊されているかもしれない。考えすぎでは。いやいや、破壊されているに違いない。内部解析をしたところ細胞が破壊されている痕跡はありませんね。体に慣れてる慣れてる。あ、ですが栄養が足りてないので野菜をもっと食べましょう。それは気をつけておく。ともあれ、細胞が破壊されているのは考えすぎですよ。視点が気になるのでしたら、いろいろ提案は可能ですよ。やっぱり先生でも僕の話は聞かないのか。え、もう奥の手は惜しまない。何をする気ですか？これは、何ですか？名前を兄さんがいらないからってくれたんだ。ネオヒグマなんたら起動装置とか言ってたけど名前はどうでもよいんだ。それを装着して起動した人間はアリクエになるんだ。これで多細胞群をアリクエに変えて生物としての屈辱を与えてやる。ついでに一生アリしか食べられなくしてやる。アリクエはアリ以外も食べますよ。テーマはそんなことは関係ありませんね。内部解析をしたところ本物のネオヒグマシステムの起動装置。以前、その装置で変化した生物には自爆機能がついていることがありました。もし同じタイプだった場合、多細胞群が自爆してしまう。その装置を渡してください。今すぐに。いやだ、これは僕が知らないお兄さんからもらったんだ。僕のものだ。アリクイになった後に自爆するかもしれない。うるさい黙れ。自分の悩みは自分で解決してやる。どうしましょう。何か、解決策は。はい、何でしょうか、古見です。最近一画目の調子が良い赤文字だ。赤文字さん。塾のバイトはどうだ？解説にブレはないか？お気遣い感謝します。今、解説とは別の問題が生じてまして。生徒が空中で乱回転していて、その理由は視線を理由にした苛立ちで復讐に燃えるためにネオシグマシステムで視線を向ける奴をアリクエにしようとしてるか。はい、そういう状況なのです。このままでは、多細胞群が自爆する可能性も懸念されます。とりあえず警察呼ぶか。リアル思考ですね。しかし、辻県の警察は通報を受けても3日間は動きません。それに、これは実力行使で解決していい問題ではないと思うのです。それもそうだな。私は彼を怒らせてしまいました。もう一度単細胞君と話し合いたいのですが、自信がありません。男の子でもなければ地球人でもない私に、そもそも話し合うことは不可能なのかも。でも俺とは話し合えてるだろ？いえいえ、文字とロボットですよ。地球人とロボットが話し合うのとはわけが違う。いや、冷静に考えると文字とロボットが話してることの方が異質と言えます。そうだよな。いや、急にボケキャラに覚醒したのかとびっくりしたぞ。メンテナンスが必要かもしれませんね。まあそんなわけだから元気出せよ。ありがとうございます。今一度考えてみます。見つけたぞ、多細胞。単細胞、何の用だ？お前を社会的に処すに来た。社会的に処す？そうだ、この装置を使ってお前をアリクエにしてやる。そしたら高校受験もできないし就職もできない。お前はアリしか食えない人生を生きるんだ。警察を呼ぼうにももう遅い。ここの警察は3日間動かないんだ。いや、録音しただけだが。なんだと？ 3 日間動かないと言っても3日経てば動くんだし、お前の証拠を押さえておこうとな。なんだと？ずっとお前が油断するのを待っていた。生徒を割り食いにしようとした意味不明な極悪人め。社会的に処されるがいい。待ってください。そこまでです。争いはいけません。うるさい黙れ。絶対に殺
こいつを処すんだ。私は耳が良いので大体のことは把握しております。多細胞君も訳ありのようですね。こいつは青木先生、あなたに刺された時一瞬答えるのを躊躇するんだ。単細胞君、スケトウダ人の弱点のうちの一つを答えてくれますか。ああ確か急激な温度変化、特に高温に弱い。どんな簡単な問題でも必ず考え込む。そのまで俺の細胞が破壊されてる。そんなことで、いや解説、正式名称を愛する私の動画では細かいワードも正式名称で言うのを心がけるんだ。モンハンはその点でややこしい箇所が多いですからね。しっかり把握いたします。モンハンではなくてモンスターハンターだ。略称もダメなのですか。そう、怒りの特典は人それぞれ、彼らも同じ。そんなことと言わずに受け入れる気持ちが大事です。単細胞君、多細胞君、単細胞君は多細胞君の視線が気になって、多細胞君は単細胞君の言動が気になった。原因はともあれ、お互いが相手に大きな不満を抱えている。それは事実なんです。それを受け入れて話し合ってみませんか。きっと二人なら分かり合えるはずです。あの時に待ってください。せっかくの生徒同士、私は仲良くなってほしいんです。文字とロボット、さらに解散物が共に行動している理由、それはゲームと実情という共通点があったから。コミュニケーションには共通点を探すのが鉄則です。同じ生徒じゃない。単細胞は単細胞だ。名前いじりは良くありませんよ。こいつと話し合う気も仲良くする気も全くない。完全にそれはあれだ。どうしても話し合えないというのなら、今日の宿題を3倍にしますよ。頭に血が昇ってたよ。すまなかったな。共通点そこでしたか。今回の動画を見てくれてありがとう。見てくれることが私の何よりの喜びだよ。どのくらいの喜びかというと、あれは数年前のこと。私がまだこの姿でいない時に。この動画以外にも様々な動画を投稿しておりますので、そちらも見てくださると嬉しいです。次回も良き動画を投稿できることを目指しますので、よろしくお願いいたします。どこまで話したっけ。あれ、もう全部話した。あ、はい。次回もお楽しみに。